中入ってきた、浮かしてチャンス、胸で落として振り返りのシュート決まった、2点目追加点、素晴らしい、移籍後初ゴール、エリキ2対0、前半の39分です。本当にお手本のようなバイスクールシュート、はい、はい、素晴らしいですね。あ、これチャンスだ、土井翔馬、土井今度は渡したボール1人飛ばして、これが正解、セルジーニョシュート、素晴らしいゴールが決まって1対1、素晴らしいゴールですね、これぞゴラッソ、ゴラッソパーフェクトだと思います。追いついた、決まったセルジーニョ、今シーズン8ゴール目をゲット。変えてからは割と相手に対して、わ、さすがベルマーレ、このさすがベルマーレなんですよ。山口戻し、古橋来た、ワールドクラスのサイドチェンジから最後サイド攻略、仕留めた絶好調男、古橋今日2ゴール。いや、このサイドチェンジ、まあ、見事です、早くて正確でね、見事な仕事ぶりでした。フェルマーレ、丸橋直接狙って決まった、先制セレッソ大阪、3試合連続丸橋の左足、前半の18分、出ていけますからね。そうですね、はい、センターに入れてきます、ヘディングはシュート決まった、高橋です、高橋亮、関根が一瞬ついてたんですけれども、マイナス方向だったんでちょっとつききれなかったですね。あ、うまいな、でもこのシュートはうまいですね、はい、はあ、そしてダイレクト、どよめきました、鳥栖スタジアム、古橋、田中近寄ってきた、田中純也の左足、イニエスタのワンタッチのパス、見事ですね、これ田中純也もですね、うまく左で蹴れるようなところにこう寄せてってですね、左サイドにスペースを作るような形を取りましたよね。で、左利きだっていうのは分かっていて、古橋がそっちに出したと、最高のシュートになりましたね。